力お遊戯会。芝居が見たければお遊戯会にでも行けばいい。これは発表会か何かか。頑張った成果をお披露目する場か。プロが金をもらって客を楽しませる場だろう。してもどうにもならない。もう諦めろ。お前には演技の才能がないんだよ。お前だって分かっただろう。この劇団がリロードウェイで生き残れる可能性なんて万に一つもないってことぐらい。だったら話は終わりだ。
この劇団は潰す。え？この劇団なくなっちゃうんですか？すみません、今話が聞こえちゃって。俺昨日この劇団に入ったばっかりなんです。まだまだ演技も下手くそだけど舞台が大好きで、だから潰さないでください。断る。そんな。この劇団を潰すのはもう決まったことだ。潰させません。支配人、この劇団は何としても守らなくちゃいけないんです。松川、俺はお前に何度もチャンスを与えてきた。その全てを不意にしたのはお前だ。もう交渉の余地はない。でもまた昔みたいに盛り上がる可能性だって。ありえん。そうなんです、幸男さんがいた時はいつも満席で、当日券待ちの行列だってできて。知ってるんですか？あなたが幸男さんの娘さん？それ僕が書いたんです。はい、幸男さんは今日は来られなかったんですか？音信不通、そうだったんですか。ある日突然姿を消して、劇場にも顔を出さず連絡が取れないままなんです。もしかしたら自宅ならって思ったんですけど。それでまた頼ろうとしたわけか。当てが外れたみたいだな。もう終わりだ。そうですよ、幸男さんじゃなくても他に助けてくれる人がいるかもしれないじゃないですか。この劇場のことを何も知らないからそんな簡単に考えられるんだ。この劇場は生意気にもこの劇団の専用劇場だ。ほとんどの劇団は専用の劇場を持たずに芝居用の小屋を借りて公演を行うが、この劇団は違う。専用劇場に団員寮まで備えてるせいで、維持するだけでもかなりのコストがかかる。最盛期の8年前までは春夏秋冬4つの演劇ユニットが毎月入れ替わりで公演を回して収益を上げていた。4組ユニットを揃えて毎月コンスタントに公演を行わない限り、この劇団は成り立たないんだよ。それなのに今や団員はこのポンコツ支配人を除くと昨日入ったっていうガキだけだ。役者が一人じゃ現実的に不可能だろう。ああ、なるほど。なるほどじゃねえ。支配人であるお前が一番知っとくべきことだろうが。
債務者の置かれている状況くらい調べる。そうだ、 LINE ならもう一話。この亀吉に任せな。鳥類は頭数に入らん。やっぱりダメか。もう猶予はない。サコだ。お呼びすか、兄貴。やれ。ありあいさ。そんな殺生な。お願いします、潰さないでください。本当ですか？え？いや、別に。ことがあるようなないような。まあそういうことだな。本当ですか？で、その新しい劇団員とやらは何人でいつ来るんだ？まさか全員その素人みたいなのじゃねえだろうな。やった、これで劇団は救われる。日没までだ。今日の日没まで待つ。俺の前に新しい団員を連れてこい。人数合わせの素人は認めねえぞ。心配ご無用。この幸男さんの娘様がいるからには100人力です。できなかったら看板は即取り壊しだ。あいあいさー。はい。下手くそな芝居だな。幸男さんとは大違いじゃねえか。兄貴、看板はどうするんすか？聞こえただろう。日没まで待機だ。